言語化力、GO、の三浦さんですねなんかめちゃめちゃインフルエンサーだったけど最近あんま聞かないですね三浦孝弘ザ・ブレイクスルーカンパニー GO 代表はい出ました折り返し折り返しやっぱね煽ってくるわバッシバシ君の言葉を最強の武器にする方法あいい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 よ,いいよこの本いいよそんな変化の時代を生き抜くための言葉の使い方がこの本には書いてある単なるきれい事じゃない僕が一人の人間が 傷だらけになって転がり続けてようやく手に入れた。そして今なお更新し続けている実践の手引き書だ。さあ、あなたが慣れ親しんだ言葉の世界を乗り越えて行こう、その先へ。<laughs> いいですね。言語火力いいですね。痺れますね、これ。しかもこれ初めにじゃないっていうね。何でもないとこにポエム書いたんですよ、最初。 はじめにとかの章立てもなくいきなり喋り始めて行こうその先への後に初めにが始まってますね最初のやつはじゃあ何なんだっていう実践の手引き書だみたいなこの表現めっちゃ出てきますよねこういうの好きなんだろうなこれはなんとかの実践の手引き書だとかさそのサバイバルガイドだとかなんか喧嘩の激しい時代を生き抜くための戦術書だみたいな,なそういうのいっぱい書いてありますよねこの手の本の最初に指揮を上げられるタイプ がいるんだろうね事実僕はこれまでに何度もクリエイティブの力で変化を起こしてきたビジネスパーソンの間で「キングダム」という歴史長編漫画のブームを巻き起こしたちょっとそういうね「キングダム」をビジネスマンの間で流行らせたって言って生きってる人ちょっとちょっと嫌ですね会議に呼ばれている時点でその人のいる意味は確実にある。 価値は担保されている。それなのに自分なんてと思うのは奥ゆかしさというよりも過度の配慮だ。期待がない人間は会議には呼ばれない。ああ、会議頑張れって教えですね。これはあれですね。ホリエモンとかとめちゃめちゃ矛盾してていいですね。今回の趣旨にぴったり。めちゃめちゃいいですよ、これ。あの、その後、数字よりも言葉が大事だと。目指すべき地点は言葉で言わなきゃいけない。実際、素晴らしい会社は、 いい言葉を掲げていると。1個目がスターバックスのサードプレイス。2個目がグーグルの世界の全ての情報を整理すると。で、3つ目が GO なんですよ。GO の、GO の目標ですね。あらゆる社会の変化と挑戦にコミットする。いや、これすごいですね。なかなか面の皮が厚いですね。自分たちの魅力的な 言葉を持っているって言ってあげるのが、スターバックスとグーグルとゴー。いいですね。三つ目にね、自社持ち込んでくるのなかなか度胸いりますよね。スタバとグーグルと俺。<laughs> いいかも。この面の皮の厚さはね、好きな人かもしれないです。ここのくだりいいですよ。戦わずに勝つための道具。それが言葉っていうくだりが、戦略という言葉。ビジネスの世界では戦略という言葉を使うけど、戦略とは戦いを略すと書く。 すなななわわち戦戦略ととは戦わないで勝つ方法のことなのこだおそらくこの略ってあれなんじゃないかな戦いの絵図を描くみたいな意味の略なんじゃないかなという気がするんですがこれ本当かな戦う略すなのかなと思ってたらその後ろにちゃんと「かっこあくまで三浦の解釈なので語源警察はお断りだ」って書いてある。こういうのいいですね。あの自分語源を一生懸命主張したら「あこれ独自解釈です」って言って。 批判けをしておくやっぱ抜かりないですね。三浦さん、広告代理店出身らしいですから。ちゃんとね、怒られそうなところはケアしておくっていう。ああ、いい話だ、これ。ああ、これいい話だぞ。あこれいいわ。柔道、進学校の柔道部に三浦さんはいらっしゃって、首相だったと。で、きつい練習をしたくなかったけど、勝ちたかったと。そこで戦略を考えましたよと。で、仮説としてあるのは、人間は知っている技を防げる。ということで、知っている技を防げるんだから、 柔道の強豪校のやつに勝つためには知らない技をかければいいんじゃないかということで、レスリングやブラジル柔術、総合格闘技など違う格闘技の練習に励んだと。これいいですね。そしたら一部の関係者からは、あんなの柔道じゃないと批判を受けながらも、相手をバタバタと投げ倒し、当時の僕の高校としては初めて全国大会に出場した。いいエピソードですね、これ。 戦略って必要だよねみたいな話するときってもっと薄いエピソードで補強されると思うんですけどこれ本当にいい話だね柔道やってたけど柔道を練習しないでブラジリアン柔術とかをやることで戦いを略したと略して勝つことができたっていう話だねこれいい話だなメモしてここ今序章を読んでるんですけどでもね序章のラストがねこれなのよ本書は12年間いや36年間言葉と向き合い言葉を駆使し 言葉に救われてきた男が言葉によって自分の人生をコントロールするための思考法とテクノロジーをまとめたものだあなたが普段漫然と使っている言葉だがちょっと使い方を覚えるだけで仕事も人間関係も劇的に変わるあこの瞬間から自分の人生が少し変わるかもしれないそんな感覚を手に入れてくれたら嬉しいうざいんだよな締めが <laughs> 全然深そうで深くないショーの終わり方なんだよなこの自分のスタンスをしっかり決めておくと 大事だよよいい,いいこととがあるよと正しいかどうか選択が正しいかどうかわからないけれどスタンスがしっかりしていることで周りから信頼も得られるし意思決定にも時間がかからない僕たちができる精一杯のことは自分のスタンスを貫くことだまあこれはすごくいいこと言ってると思うんですよそうだと思うんだけどその後にさ時代を追いかけてフラフラしていてもどこにもたどり着けはしない秋元康氏はこう言っていた止まった時計は日に2度同じ時刻を指す これ何そのなんかすごい深そうな話だけど深くないよねこれ。深くないっていうか文脈と関係ないよね <laughs>。有名な話でずっと5分遅れの時計って1日に1度も正しい時間を指さないけど止まった時計は1日に2回同じ時刻を指すことになるよねと。だからよ一見すると良さそうな商品であったとしても それは悪いかもしれなくて一見して悪い商品であったとしてもそれはすごくいい商品かもしれないということを <laughs> 言うための話だと思うんですよねこれ,これ時代を追いかけてフラフラしていてもどこにもたどり着きはしないっていう話と違くない <laughs> 面白いな面白いんようだなこれなんかすごそうなんかおおって一瞬思うんだけど別にすごくないっていう <laughs> いややっぱねあれですわ ショーのラストでね失敗してて言語化のためにはスタンスを決める本質をつかむ感情を見つめる言葉を整えるの説明をしてるショーもさ言ってることはまあそうだよねってことなんだけどさラストがささあ今すぐ頭を手を動かすんだ鼻につくわ <laughs> これ腹立つな腹立つなこれもうちょっといい言葉の整え方あるような気がするけどね 一下りのラスト一下りの終わりで必ず「おい!」ってイラッとさせられるこの感じ何か似てるなと思いながらさっきから僕言語化ちょっとできてなかったんですよ。これね村上春樹の逆なんよ。村上春樹の小説って全部「のの締めめくくりの一文がめっちゃお前おしゃれな終わらせ方すんな」みたいな。 お前そんないい終わらまとめ方するって全部の章の終わりでねすごい思うあの世界の終わりとハードボイルドワンダーランドとかかなり短いショーの連続なんですけど全部の終わりがねなんかおしゃれな文章ってなってこう心をくすぐられるんですけどその逆だよね逆村上春樹って書いてこウィークリー落合は落合陽一という天才があるのに 観客や制作側に気を使ってしまって最先端の話ができていなかったとそこで僕はこんなのボブ・サップにゲートボールさせてるようなもんじゃんという発言をしたおいウィークリーオーチャーの話特に出てこねえぞ俺のこの発言すごいだろっていう話だえっ、ー、すごこんなのボブ・サップにゲートボールさせてるようなもんじゃんっていうのが構造がすごいよねと非常に力のある人に動きの小さい競技をやらせているという構造 水平化したことととによってインパクト強いここを言えたとこれが比喩力であるって書いてある <laughs> えそんなすごいこれこれをそんなに生きる生きること生きるほどの発言かなこれこれでよし本一個立候補できるぞっていう <laughs> 度胸がすごいよねおいいよこれああいいのいいの出ていいの語彙力いらないらしい語彙力はいらないああこれいい教えですね 大人の語彙力ノート直前まで読んでましたからね、この、いらないんかいってなるよね。いいですね。この、相互否定楽しいですね。もう、終わらせよ。そろそろ終わらせよ、この本。逆張りせよ。これはね、相反する教えどっかにあるね、多分。王道を常に攻めろみたいなこと言ってる人もいるでしょうね、おそらく。 はい出たよ常識を疑えこれいいですねビジネス書読んでると常識疑わされっぱなしでやばいよね常時常識を疑わされてるからさもう常識を疑うのが常識になってしまうっていうあの自己言及のパラドックスみたいなの発生しますよね <laughs> 今言ってて面白いなこれいい気づきですねライターのことをライターって呼んでるとなんとなく軽い印象になるけどワードディレクターという名前を付けることによってこうかっこいい感じにできると高度な印象を与えることができるこんな風に 名前の呼び方を変えることによって、値を伝える方法を変えることができると。とロミオとジュリエットの中には、私たちがバラと呼ぶ花が別の名前でも、同じように甘い香りがするでしょうという素敵なセリフが、あるこれ逆じゃない言ってることえこれ逆じゃない呼び方を変えれば、イメージが変わるっていう話を今してて、この引用は、バラと呼ぶ花が別の名前でも、同じ香りがするって言ってるね。これ逆だね <laughs> <laughs> すごい引用力だこれえー、すごいなこれ持ってきちゃう力技で力技でこれ持ってきちゃうんだいやすごいパワープレイするね三浦さん逆な主張をしてる引用でも堂々と配置してしまうってこれ度胸がすごいよねでその次の章の終わりではね「名は体を表す」っていう。 引用がありますねさっきのとこでこれ書くべきですよね <laughs>。その職業の名前 <laughs> 好きなようにつけたらいい感じになるよねっていう時に縄体を表すの話すべきだって絶対ロミオとジュリエットの話じゃなかったよ。はい出たよ芥川龍之介人生は一箱のマッチに似ている出たよ。重大に扱うのはバカらしい。しかし重大に扱わねば危険である。マザー・テレサの引用クリシャもあるよ。思考に気をつけなさい。それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい。いか略。 名言ボットかよっていうコメント来てますけどね。この本そんな感じだね。名言ボット本な感じがちょっとあります、ね、言語化力はね、引用力でしたね。比喩力でもあったよね。あのボブサップにゲートボールさせるようなもんっていうね、フレーズはみんな覚えといた方がいいですね、これはね。だぐらいシン食ってない例えですけど、みんな覚えてた方がいいです。ボブサップにゲートボールさせるようなもん。